秋は戦場でこそ輝く。でしょ？人様の店に迷惑かけんじゃねえよ、恥さらしが。起きろ刑事さん。去年賞もらってテレビ出たばっかだろ。正義の先鋒、勇猛な刑事、市民のために全身全霊を尽くす。おい、あの時のあれもう一回やってくれ。熱心な意気込みだっけ？それ以上言ってやるなって。嫁に逃げられて仕事もダメになったんだ。今必要なのは慰めだぜ。ヘイヘイヘイ、デスラブラジオ始まるよ。今日みんなにお届けするのは最新最高の都市伝説。サビの川の向こうに見える目もくらむほどに輝かしいニューシティ。共同病もない、動乱もない、天にも昇るほど豊かで幸せなニューシティに、最近無遊病者と呼ばれる怪人たちが現れた。無遊病、意識なく歩き回っては吐く。その無遊病者たちはまるで歩く油田。口から黒い泥をあふれさせ、その泥は醜い怪物となる。焼けない、死なない、黒い泥はただ苦しみを叫ぶだけ。無遊病者は目覚めない。彼らの吐き出す怪物も未来永劫あなたにつきまとう。ほら聞いて、彼らはもうあなたの後ろに。デートの公園、にぎやかな市場、帰りの路地で。ねえ、ちょっと控えて、クレーム来たよ。とにかくあれと接触したことのある方はすぐこの番組にお電話を。ラファーちゃんはあなたの面白じゃなくて素晴らしい体験談をお待ちしてます。悪くねえ番組だ。クソみてえなシンジケートにも楽しませてくれるやつがいるとはな。無遊病者、俺の事件、俺が解決する事件。しらけさせんなよ、ラジオ聞いとけって。事件事件ってよ、いい加減聞き飽きたぜ。お前先週左遷されて刑事とは言えねえ身分だろ。俺がどうした？ああ、起きたのか。おお、俺様がどうしたって？まあまあ落ち着け落ち着け。くせやろ、あら俺様の事件だ。なんで調べさせてくれない。俺は名刑事、絶対突き止める。そして俺は
おかけになった。お呼びしま。お出になりません。こんにちは、リューク刑事。こちらはミノス危機管理局です。無遊病者の事件について私たちは。この野郎、ムミスなんで知らねえよ。無遊病者は俺の事件だ。引っ込んだろクソが。怒らないで。みんな怖がっているじゃない。こんな素敵な夜だもの、甘いお楽しみはいかが？ついてきて、私がご馳走してあげる。ちょっとしか残っていないけど、あなたはきっと気に入るわ。保証する。すぎだろ。吐きそうだぜ。さあ、来たのか。帰ってきてくれ。俺が悪かった。適量だったみたいね。今夜は幸せな夢を見られますように。しっかり俺についてきてくれよ。お前だけでも生きて連れ戻さないとな。この野郎、ムミスなんで知らねえよ。無遊病者は俺の事件だ。引っ込んだろクソが。今は都合が悪いのかもしれませんね。ご安心ください。彼は昨日時間通りに任務地点であなたと合流することをすでに約束しております。詳細を確認しました。彼の名前はデューク。ニューシティで有名な刑事で第9機関の情報屋です。性格は実直で献身的。最近個人的な問題によって左遷されたようですが、冷静な時は頼りになります。今回の調査作戦には彼が協力してくれます。ごきげんよう局長。ニューシティエリア14の無遊病者についての噂を頼もしい副官からお聞きになったかと思います。噂はどんどん尾ひれがついているようです。コンビクトが今回の危機を生み出したとか、広場危機の後共同病は西区の分離帯を突破したとまで言われております。いずれにせよ、ニューシティの市民は脅威を感じ、市議会も不安に駆られています。彼らはあなたにこの件を調査させ、できる限り早期解決を望んでいるのです。ラングリー長官も同意しました。優秀なあなたにとってこのくらいのことは朝飯前だろうとおっしゃっております。ですからどうかよろしくお願いいたしますね。
今のところ今回の事件にコンビクトが関わっている明白な証拠はありません。事前調査は管理局都市逮捕隊に任せられます。あなたはまだ休暇中です。自ら出向く必要はありません。承知いたしました。すぐに簡単な偽装を準備いたします。これからあなたが向かう場所は、服もよくお似合いで今回の潜入にぴったりですよ。ニューシティの市民はコンビクトに関することにとても敏感で、 MBCC も極秘機関とされています。身分を隠すのが最善ではありますが、緊張する必要はありません。ニューシティは西区と違い、暴動の脅威も共同病による混乱もありません。ほぼ安全が保障されていると言えるでしょう。近くでコンビクトたちが待機しております。私も随時 MBCC で状況を確認いたします。いかなる事態に陥ってもあなたをサポートする者が必ずおります。君、あれを見たのですか？ええ、無遊病の人が黒いものを吐いてるのをこの目で見ました。あれはコンビクトとは違うかと。ありえませんわ。ニューシティに共同病の脅威はないでしょう。感染者が見つかっても全員西区に移されたじゃない。何年も何事もなく過ごしてきたの。今回もきっと。しかし8月頃、西区はまた共同病の危機に陥ったと聞きました。 FAC によって解決されたらしいが、そんなこと誰にもわからないでしょ。シンジケートは堕落の地なんだ。まああんまり心配することはないでしょう。サビの皮の分離帯はまだちゃんと機能しているのです。無遊病者のことも人気稼ぎに躍起になるネットのガキどもの仕業に違いありません。ニューシティに何かあったら世界もおしまいですからね。パーティーを楽しもうではありませんか。ここはクイーン集団が投資していて、レベルは保証されています。メローにもお目にかかれるかもしれませんぞ。こんばんは。あなた退屈そうね。ここはつまらない？それとも何か聞きたいことがあるのかしら。私は演出家よ。みんなに幸せを与えるためにここのオーナーに招待されたの。それが私の得意分野だから。そろそろショーが始まるわ。
見に来ない？マジック？ブラボーブラボー！さすがクイーン集団！さすがカンカカン！もう一回！もっともっと！ささやかな芸よ。サーカスではウォーミングアップに過ぎないわ。でも、たくさんの拍手をありがとう。ありがとね、親愛なる私のお友達。あなたもなかなか才能あるわよ。この一杯は私からのお礼。夢の甘露よ。特別なお礼なんだから。乾杯。親愛なるお客様、今夜は幸せな夢を見られますように。あなたは楽しくなかった？ごめんね、準備不足だったかもしれないわ。でもこんなに可愛い人と出会えたんだから我慢できないでしょ。本番でちゃんと埋め合わせしてあげる。こんばんは、ミノスの局長様。先ほどは失礼いたしました。我々の演出家はただあなたを楽しませたかっただけなのです。どうかお許しを。あなた様にお越しいただき、エイレーネ様はとてもお喜びです。しかしお嬢様はまだ用事がございまして、しばらく離れられそうにありません。彼女はあなたに会いたがっておりますので、もう少々お待ちいただけませんか。では、感化館のオープン祝賀会でお待ちしております。招待リストに確かにデューク様のお名前はありますが、いらしておりません。いらっしゃいましたら、すぐにお知らせいたします。おやすみなさい、局長様。感化館はいつでもあなたをお待ちしております。デューク刑事にお会いになられませんでしたか？おかしいですね。エリア14の治安支局は彼の GPS 信号はクラブの近くにあると言っていました。まさか何かあったのでは。
夢、無用病、クラブ、何かのミスだ。俺の事件に、てめえの協力なんざいらない。俺のもんに触るな。誰だてめえ。どうしたんだ。変なもんでも食ったよ。ゲロかよ、気持ち悪い。これは、ね、無勇病者。何ボサッとしてる。死にたくねえなら俺の後ろにいろ。私はここにいます。そろそろ体を動かさねえと。言っておくけど、医者の指示に従わない人間は助けないわよ。聞こえます。部局の前奏が。こそが軍団だ。死こそあなたたちの帰る場所だ。黒い泥は共同病と同じ実体化した精神汚染。でも奴らは指導じゃないから完全には消滅させられない。黒い泥の怪物はあの無勇病者たちが吐いたものだから、二人を先に何とかしないと。名探偵ヘラが奴らを片付けてやる。見ろ、俺はまだ錆びついてねえぜ。
まだやれる。俺は無誘病者を倒せる。俺は名刑事だ。うわ、どこの札にもそれぞれのダサさがあるね。てめえ。お前がそのなんとか局長が小娘の後ろに隠れるチキン野郎か。でもまあ逃げてはいねえな。少しは度胸あるってか。ついてきな。俺が事件のことを教えてって。カーニバルは終わりました。眠りましょう。人を派遣している。それにコンビクトの活動痕跡も処理しないといけない。大丈夫、私は下で見張る。副官が言っていた。ニューシティの人はコンビクトを嫌っている。あなたの仕事の邪魔にならないために私たちは目立つわけにはいかない。焼きマシュマロ、ミートボール、それからチーズミルクティー。ニューシティっていいところじゃん。すぐに私に感謝して。うわー、ヘラも見張っておく。局長、これからは自分の持ち物をしっかり管理した方がいい。何かあったら私に連絡して。すぐに向かう。よし、改めて自己紹介する。俺はデューク刑事だ。いや、まあ今はちょっと訳ありだが、すぐに全然ぽくねえな。しぎりか。さっきは助かった。ああいうのには慣れてなくてな。いや、お前にこの件を任せたのか。そんなのどうでもいいか。この場所を覚えときな。安全面の問題なら第9機関がすでにチェック済みだ。連絡場所にでも隠れ家にでも好きに使え。他の場所はもっとお前らを歓迎しない。それからこのノート、俺は使わねえからやるよ。ゴミみてえなもんだがな。
さあな。ここはシンジケートじゃねえんだ。ニューシティにコンビクトはいねえから、そういうのあんま詳しくねえんだよ。なんだってこんな青二歳が来たんだ。お前、黒い泥の対応に結構慣れてたな。ずっと西区で雑用してたんだろう。なら覚えとけ。こっちとあっちじゃ状況が違う。ニューシティの連中は共同病の怪異を見たら冷静でいられねえ。サビの川の東側はもう何年も共同病危機が起きてない。ニューシティには隅々まで検査拠点がある。正確な位置までは特定できねえが、どのエリアで異常が発生してるかくらいはわかる。今確認できるのはエリア14でコンビクトが一人時々活動してるってことだけだ。奴が無遊病とどう関係してるかはプロじゃねえ俺からは何も言えねえな。俺のやり方でやるなら真っ向勝負だ。無遊病者そのものだけ見ればいい。いいところに来た。こいつは自ら来た証人だ。話を聞く機会をやる。だが余計なことは喋るなよ。ほう、上は本当に人を派遣してきたんだな。デューク、ちゃんとやれよ。この兄ちゃんはお前の復帰の助けになるかもしれないぜ。黙っとけ。まったくお前は、言うべきじゃない時は言いたい放題、言うべき時は何も言わない。そんなんだから嫁も逃げたんだよ。はじめまして。俺は町の診療所で医者をやっている。昔はエリア14治安支局の科学検査課で働いていた。こいつの元同僚だ。名前は覚えなくていい。俺は手がかりを提供しに来ただけだからな。反無遊病者として手詰まりの調査を進展させてやろうと思って。ああ、仕事の関係で俺は何人もの無遊病者と接触してきた。大体の症状は分かってる。もしあれが病気と呼べるなら。それに少し前、俺にも症状の一部が現れたんだ。黒い泥を吐く以外、無遊病者にはコントロールできない市民、断続的な記憶混乱と精神不調の症状が現れる。また昏睡状態に陥ると代謝が急速に低下する。
俺は57時間も昏睡状態にあった。目が覚めても脱水していない。腹も減っていない。何ともなかった。これは普通じゃないだろう。昏睡状態の時、俺はいい夢をたくさん見た。目覚めた時、生理機能は低下していなかったが、記憶が混乱していた。ネガティブな記憶同士が絡み合って曖昧になっていたんだ。嫌な過去を整理するのにかなり手間取ったな。ネガティブな記憶を押し出されたみたいに、例えが適切じゃないかもしれないが、あの時は確かに押し出された感じだった。やつらに何かされてたら検査拠点に送ってるさ。ここはシンジケートじゃない。議長と握手するよりコンビクトに会う方が難しいぜ。お前さんが何を考えているかは分かってる。だが俺みたいな症状は共同病とは関係ない。問診に来る患者を加えても俺の交友関係は広くない。俺はコンビクトに接触したことはない。エリア14の警報も随分鳴っていないよ。コンビクトどころか本物の黒い泥すら見たことないんだ。俺の M 値はずっと安全範囲内にある。俺は安全だ。特定はできないが、あの時いつもと違っていたのは睡眠導入剤を新しいものに変えたことだ。俺はよく睡眠導入剤を使うんだが、効き目が薄れると他のものに変える。この前新しいのを勧められたから試してみたんだ。そしたら、なんて言ったらいいか、とにかく効果は抜群。恥ずかしいことに医者でありながら薬物依存になっちまった。その薬が手に入りづらかったから助かったが、そうでなかったらどうなっていたことか。多分な、薬物耐性は人それぞれだから、俺は運が良かっただけだ。意志の弱い人間なんかはより大きな影響を受けるだろう。お二人さん、他に聞きたいことはあるかな。最近いろいろ噂が増えている。お前さんもその名を聞いたことがあるかもしれない。メロ、夢のような新しい飲料だ。とても甘い。カンタ、てめえそういうことは早く言え。先週言っただろう。お前の反応が遅すぎるんだよ。つい2日前その名前を聞いた。そいつを売ってる場所がある。ようやくやる気になったか、名刑事さん。ノーミス、ついてこい。そこへ連れて行ってやる。あとはてめえで片付けな。あいつは気性が荒くて意気地なしだ。これから数日苦労するぞ。俺に何か手伝えればいいんだが。ごちゃごちゃうるせえ。さっさとしろ。
晩飯は肉だ。約束は守ってもらうぞ。メロ、メロ、カンタのクソ野郎、早く言えっつんだよ。はあ？おせっかいをやめとけ。あいつは俺を笑いに来ただけだ。知らねえ。ただその名前に覚えがある。最近どっかで聞いたんだよ。なんで思い出せねえんだ。刑事はお前か俺か。こっち来やがれ。一番星になりたくない？私の幸運欲しくない？全部あげる、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 全部あげる。黒い泥、近くに無遊病者がいる。ヘラ、ちゃんと隠れてバレないように。あいつら大通りで怪物を生み出してんだよ。隠れる場所なんてないっつーの。指一本触れ。いつでもオッケー。私はここにいます。聞こえます。無曲の前奏が。何やってやがる。こいつらどうなってんだ。黒い泥が見えねえのか、それとも操られてんのか。ここは俺が抑える。ルフィ、お前は先に行って人探してこい。
局長、監視センターからの警報によるとエリア14の M 地に異常が出ています。局長は問題ありませんか？その通りです。エリア14の M 地の変動幅と強度はかなり大きいです。これは疑う余地もなくコンビクトの反応です。あなたの近くにヘラとヘカテ以外の3人目のコンビクトがいます。監視網で M 地の変動が起きたエリアは判別できますが、具体的な位置までは特定できません。しかしそのコンビクトは間違いなく力を使っています。おい、どこ行く？そっちじゃねえ！敵のターゲット一掃、行動継続。気を抜くな。私についてきてください。そう焦らないでください。ショーが始まるまであと10分、ちょうどいい時間にいらっしゃいました。さあ、ご自由にお座りください。ここは初めてですか？ちょうどよかった。今晩は限定ドリンクを提供しておりまして、ぜひお試しください。一度飲んだら、ほら、皆さんそれがお目当ての常連の方たちですよ。料金はたったの100ディスコイン。高くないでしょ？ルリエカ、コード S666。 西区を徘徊しているコンビクトです。性格は凶暴でとても不安定。先ほどあなたを襲った汚染物も彼女が放出したものです。その中に S666 の能力、絶対的強運が混入していたため、エリア14の警報が発動されたのです。局長、汚染物の拡大を止めるためには彼女を夢中有効状態から目覚めさせなければなりません。
この一杯は私からのお礼、夢の甘露よ。特別なお礼なんだから。乾杯。親愛なるお客様、今夜は幸せな夢を見られますように。閉じ込められた？瑠璃がそこに残るのはメローが彼女を楽しませてるからよ。みんなと一緒、彼女もここに幸せを探しに来た。幸せはメローによってもたらされる。そしてみんなが大好きなメローは私があげたんだ。私が売り手、一番大きな売り手だよ。何？お兄さんも試してみたい？でも遅かったね。今夜の最後の一杯はもうルリにあげちゃった。遅い！局長、局長、返事をしてください。何が起こったんですか？必死だな。そんなにこれが欲しい？へえ、他人のために必死になるなんて熱いね。でもつまんないやつ。緊張しないでよ、ルリは私の親友だよ。知り合ったばっかだけど傷つけたりしない。私は彼女を喜ばせたいだけよ。パパ、みんなまた遊ぼうよ。普段はあんなに悪知恵が働くのに、なんで吐き出すものがこんな苦い匂いがするんだろう。純度が足りない。質も悪い。もっと探さなきゃ。君もメロウを試したい？チビでお人よしのおバカさん、自分だけのいい夢が欲しい？いいよ、あげる。口閉じるとむせるよ。それに避けちゃダメじゃん。中には君が助けたいルリエカもいるのに、彼女の意識があっちこっち流れていっちゃうよ。
楽しみだな。君はどんな悪意を吐く？あなた、夢を見ない白紙なのね。おかしな人。私はあなたの心に触れないのに、あなたはここへ入り込んだ。ああ、なるほど。あなたが見た夢は、あなたの夢じゃない。あなたは他人の桃源に足を踏み入れた。あなたは私に何をもたらしてくれるかしら。